ケツアゴ。小学生かお前は。ちょっと太郎、失礼よ。失礼なのはこいつだろ、あのおっさんに対して。まあまあ花子さん、こういう人もいるということで、さあ行きましょうか。こいつ、この土地は昔ゴキブリに驚いてジャンプしたら天井に頭が刺さって死んだ男の霊が出ると言われてるんです。お前よく信じるよな。なるほど、ここはそういうことか。なんだ急にマジな顔に。まさか本当に。事態によっては私でも手に負えない可能性がある。危険すぎる。ゴキブリだ。え、うわー、こいつ絶対霊能力者じゃねえ。確実に偽物だ。お前の夢にも出てやるって。出た。俺様の呪いで天井を突き破ってやろうか。やだ、消してくれ。同じよ。まさかマジで出るとは。任せろ、ソルトスラッシュ。食塩を激しく撒き散らす霊源の必殺技である。スーパーで売ってる食塩じゃねえか。極めた塩じゃねえと効かねえよ。バカな、霊が塩に弱いというのは俺の思い込みだったのか。まあ塩で溶けないんじゃ仕方ない。最終兵器を呼ぶか。あ、モブ悪いけどすぐ来てくれるか。あ、いやマジでマジで、悪霊いるんだって。お客さんと悪霊ももう待ってるから早めんな。じゃ頼む。え、おーモブ待ってたぞ。ああ食塩の次は中学生か。バカにするの。彼の名は影山茂雄、通称モブ。本物の超能力者であり霊源新たかの弟子である。そしてこの物語の主人公である。師匠、いきなり呼び出すのをやめてくださいって。